今回は開封動画やらせていただきたいと思います。ちょっと待って。ジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、ブラリオサ男です。わいざいまーす。はい、今回なんですけど、その前によくコメント欄に男友達のみんなからメイクとかそういうなんか使ってるもの何なのっていう風に質問がすごくあるんで、今回ちょっと攻めめのメイクしてるので何なのかちょっと紹介したいと思います。まずはリップになりますが、 MAC のデザイナーブルー、これのこうなって、まあ、色味ちょっと分かります、ちょっとこういうドスコイ感出ちゃってますけど、はい、こちらのちょっと青めのリップを使用させていただいて、それに対してグロス、MAC のダズルガラスシリーズの色はボーイズゴークレイジーってやつ、わかります？こちら、はい、を乗せてこういった色味を出してます。もし男友達のみんなでこのメイクしたいっていうなら、そちらをちょっと使ってみてください。そして今回の企画なんですけども、男友達から男が最近購入した高額なものって何なのって、それをチャンネルで紹介しちゃいなよっていうふうに言われたんですよ。ただわしの高額の、まあ、買い物あるっちゃあるんですけど、オタ入ってんで妻の有限会社になるよっつって、でなおかつ男友達のみんなもわしのそのオタ的な趣味見て、はは通り越してバッバー通り越してパーってなっちゃうよっつってんのに、その男友達が、おい男よと、男よお前男友達を信用しろと、もう男友達は男のそういった部分を愛してくれる、そんなことで引くことはないというふうに言ってくれたので、そうか、じゃあ男友達のみんなわしのオタ的なことでも引かないんじゃないかということで紹介したいと思うんですけども、まずちょっとその前に購入したものにまつわることで言うと、わし仮面ライダー大好きなんです。で今日のファッション見てもらったら分かると思うんですけども、思いっきりデート T シャツも仮面ライダーになってますし、こちらのキャップなんてのも、なおかつ G-SHOCK、 これも仮面ライダーの G-SHOCK なんですけど、っていうぐらい仮面ライダー好きなんですね。で、あ、ちょっとこっちも紹介しましょうかね。こんな見せ方変態みたいになっちゃいますけど、こちらは仮面ライダーの新1号のコンプリートセレクションの変身ベルトになってます。まあ始まりはこうフィギュアとかになっちゃうんで、ガチャガチャまで言うとガチャと、わしらの世代で言うとガチャガチャとはいえエイジレスなんですけども、っていうものからリアルアクションヒーローズっていうシリーズあって、それはRAH って可動式のこれぐらいのサイズ感のやつ、そのライダーのは全部集めてるんですけど、そうこうしてるうちに飾るためのこれぐらいのサイズのマスクみたいなのも買ったりするんですけど、結局かぶりたい、マスク自体をかぶりたいってなっちゃって、まあそれなりにかぶれるマスクとかもいろいろ持ってるんです。ですが今回いろいろこうどんなマスク最近あんのかなって見てたら、ヤフオクで解剖マスク、つまりは仮面ライダーのマスクでありながら半分は中身の状態、解剖した中側のやつが半分になってるっていうマスク見つけたんですよ。わかるかってなって、でそれはもうヤフオクで落とすしかないということで購入したのがやっと届きました。つまりは今回は開封動画やらせていただきたいと思います。声でけえってなってると思うんですけど、それぐらいテンションはもう総合山です。はい、それで届いたのがこちらになります。じゃーん、焼酎みたいに書いてますけども、わしが頼んだやつはいわゆる FRP マスクって言って、繊維強化プラスチック、いわゆるそもそものプラスチックだと弱いけどガラス繊維みたいなのを練り込んでという形でできた軽いけど強い、そういうマスクを作ってらっしゃる方がいて、
その人に作ってもらったやつなので、いわゆるおもちゃ会社のやつとは違うんですね。なのでこういったその人がこのサイズに合うだろう箱に入れて持ってきてくれた形になるので、焼酎というふうには書いてますけども、中身はマスクになってます。早速いっちゃいますよ。これ開けちゃいます。焼酎だと思っちゃいますね。いわゆるそのヤフオクで購入するときには写真みたいなのは載ってるんで、あ、その時点でかっこいいなと思ってオークションでは落としてはいるんですが、実物どんなもんなんだっていう、そういう部分がありますので。おお、なるほど。やっぱりその個人の人が作ってらっしゃるから、この新聞紙とかそういうものでこうクッションを作ってくれてますね。うわっ、まずこの、わかります、こういったものに包まれてるやつは、うわすごい、触覚部分になりますね。これを後ほど刺してということになります。グロスよろしく、こういった感じでやらせてもらってます。こちらが触覚部分になります。新聞紙に包まれつつの、わあ、ちょっと待って、こういったビニール袋に入ってる、もうもはやスイカの差し入れですっていうような空気感でありますけども、こちらに入ってる、これが解剖マスク、わしがヤフオクで購入したものとなります。ちょっといっちゃいますよ。丁寧にしないとね。うわ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 だから半分はその915、まあ915っていうのはその仮面ライダーその1号、まあ仮面ライダーが始まった時にそもそもはもう怪奇の要素が強くて、まあ異形の種というか怪人的な要素があったんで、結構ダークめな、ちょっとおどろおどろしいっていうのをベースに始まってんですよ。でこのベルトの新1号っていうのはそれがだんだん、まあ、いろんな諸事情を経てちょっと、まあ、パワーアップという形ですかね、まあ色味が明るくなっていくという、その前に暗い状態のやつののこっちは中身の部分、解剖してる部分になってるんです。すげえなあ、やったなあ、やったなあ、やったいいの手に入れたわ。こいつはもう本当に理想のやつだわ。こいつまあ言ってもその飾るつもりではあるんですが、かぶりたいと思います。ちょっとねキャップとサングラスの方を外していただいて。そうか、これ本来わしが持ってるやつとか、このクラッシャーというこの口の顎の部分がここが下について上からかぶるっていうスタイルが多いんですけど、今回はもうパカッと、あ、ここかピンで止められてんだね。これを抜いて、そうするとこう前後に開く。あ、でこれでこうなんかこう接着しちゃえばこうやって開く形になる、くす玉方式になるんでしょうけど、っていうことなので、みんなパーってなってない、総合山なんです。つけちゃいますね。どう？うーわー、見てこういうことになるんです。この、まあ、涙ラインといいますか、この部分から覗けるようにはなっているのでちゃんと見えますし、で何よりやっぱ FRP 軽い、全然疲れない。疲れるって何なんだって話だけどっていうことで、こういったものを一番最近の高い買い物として、はい、5万円で
落とさせていただきました。コメント欄とかに何かこう今回の感想なんか書いていただけたら、もうありがとうございます。バイザイマー。